はい、ドラキーです。KOF98 アルティメットオンライン、実況の方やっていきましょう。今回はですね、僕がこの動画配信を、する前にずっとこの KOF の、ね、配信者の方の動画っていうのをずっと見てたんですね。それは当たり前だと思うんですけど、でその中でも、一番、好きな配信者で、それは、同じカメパツ界の、ね、マリンさんなんです。でずっとこの配信する前からずっと見てて、やっぱ同じカメパやし、すごいね親近感があるなと思って見てて、やっぱ動画自体もすごいねこう面白くて、編集とかもすごい上手いのでね、あ面白いなと思いながらずっと見てたんですね。でその、影響もありまして、実際に僕もこう配信してみようと思ったんです。で、いざこうね配信してみたんですね。そうするとすごいね、思ってたよりめっちゃ難しいんですよ。で特にこう編集が難しくて、僕動画編集とかも一切やったことなかったんで、本当に時間もねすごいかかるし、今でもやっぱ時間もかかるんですけど、でそんな時にこうね、マリンさんがコメントとかですごいねこう優しくしてくれて、こんなアプリありますよとかいろいろ教えてくれたりしたんですね。でそんなマリンさんの、こう手助けもありながら今なんとかこう配信をしているんですが、僕今福岡に住んでいるんですね。で地元大阪なので、ちょっと先日ね大阪にこう帰る予定があって、で、その予定以外に少しね空き時間があったんですね。どうしようかなと思った時に、マリンさんって確か、姫路に住んでたなと思って、ダメ元でこうアップ取ってみたんですね。時間があればもしよかったらお会いできませんかって、もう動画のこととかも聞きたかったし、やっぱ KOF の配信者として、交流を持ちたいなっていうのもあったので、こう連絡ダメ元で連絡してみたんです。そしたらねすごい快く「あいいですよ」って言ってくださって、僕なんかとこうね会ってくれるかと思ってすごい嬉しくて、でいざ大阪帰った、関西帰った時にマリンさんに会いに行ったんですね。もうすごいね有意義な時間でした。やっぱこう KOF 同じね趣味でやってるゲームでつながって、でやっぱ僕が憧れてる人でもあるのでね、すごい動画も見てますしね毎回、でそんな人とこう回って話ができるっていうのはすごい有意義な時間だったんですね。で、その時の、様子っていうのをちょっと動画で少しですけどね撮ってますんで、それ今回、少し配信しようかなと思ってます。はい、では KOF、人気配信者のカメパツ界の、マリンさんです。では、レディーゴー。はい、マリンさんです。あ、どうも。すごいでっかいラーメンを今食おうとしてます。めっちゃ食べるんですよやばいこれ、見てこの大きさの違い。はい、マリンさんがラーメンを残しました。3人前。あのね、麺の上を食べるだけでね死ぬかと思った。これが噂のマリンさんのチーム。全部カメ、全部カメ。素晴らしい、全部カメ。カメ以外は認めませんから。僕のカメパーね、アッシュに浮気してるんですよ。アッシュに浮気してるけど、マリンさんはストライカーまでビリーで素晴らしい。素晴らしい。これはね、こんな編成の人ね、多分全サーバー見渡し見ないと思う。うん、これ全部カメはほんまにすごいと思う。全部それ全部見ときないでしょ。うん、ね、でも見習わなあかんわ、ほんま。あ、こうやって交流できるのはほんまにいいことっすわ。楽しいね。よかった、来てよかった。みんな創生カメじゃないや、そのカメパやりんのカメパ。もうね、もっと言ってやってますよ、ね、トラが多すぎる。使ってる人は別にね、悪い気してもいいね。ほんまに多いねもん。どいつもこいつもバスタイルやろ。で、なに開幕でスミツはチルカスとかクールとか言ったりするやろ。怒っていいシーンなんて、なんでバスタグルやる。怒ってます。怒るわ、それは。おかしいじゃん、虎なのに熊も熊持ちっておかしい。確かに。とりあえず、ドラッキーさんのその輪行動画楽しみにしてるんで、あ、私はもうちょっとその見ちゃったんだけどさ。
はい、まあ、これ見てる人チャンネル登録しないとダメですから、本当に。ありがとうございます。でトルッキーさんの動画私も個人的にめっちゃ面白いと思っておりますし、まあ、まあ、カメパしようぜ、うん、カメパカメパ。ありがとうございます。優しいな、マリンさんは。優しいね。優しいです。はい、こんな感じで、マリンさんと すごいね有意義な一日を過ごせました。でこの、ラーメン屋の後に、まあ、カフェに行って、編集のこととかねすごい親切にいろいろ教えてもらって、で素材とかもこういっぱいくれたりしてね、本当にねすごい人です。マリンさんほんまにありがとうございました。また機会があれば関西帰った時にでもお会いできればと思ってます。ほんまに感謝してます。ありがとうございました。はい、では今回はこの辺りで終わろうと思います。でマリンさんが動画内で言ってくれていたネームレスですね、 SMAX は開放してます。でその動画もね、必ず作りますので、またそちらの動画の方もご視聴ねしていただけるとありがたいです。では今回はね、この辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。ドラッキーチャンネルがいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル、ほんまよろしくな。